暗黒時代の阪神ならネオアキラたちの最強世代の大阪桐蔭に多分負ける。どうもございます。今回ですけども、大阪桐蔭高校対阪神タイガース。はい、ということで、よくね、ネットで言われている。最近はね、阪神タイガース強いんで、あんまり言われてないと思うんですけど、阪神がね、B クラスとか、弱い時をね、阪神時代の時によく言われていた、大阪桐蔭より弱いんじゃないかと、特に大会になった2018年とかは言われてたし、もっと昔だったらね、PL 学園より弱いんじゃないかみたいな。はい、たけし軍団にね、阪神タイガースが負けた時もあったんで、まあそういったね、大阪の、甲子園常連校というか、甲子園優勝校、とこうなんか比較されるみたいなね、ものがね、よくネットでね、話題になってると思うんですけど、実際に大阪桐蔭対阪神タイガースやったことないんで、ちょっとね、一回パワープロでやってみようかなと。はい。まあ、アレンジチームをね、作りました。まあ、大阪桐蔭の OB ですね。はい。大阪桐蔭高校の OB たちを、まあ、メンバーに集めて、まあ、ちょっとね、野手メンバー、ベンチメンバーが足りなかったんで、若干大阪桐蔭出身じゃない選手たちが入ってるんですけど、そこはね、高校野球を盛り上げた選手たち、かつ、まだトップレベルになってない選手たちで限定してね、集めました。高校時代活躍した選手とかってなっちゃうと坂本選手とかね、トップレベルの人たちが多分ボワーって入っちゃうんで、はい、それだとだいぶ大阪桐蔭高校、まあ、逆にもうそれこそ本当に阪神タイガースより強くなってしまうんでね、はい、しかもベンチメンバーが強くなっちゃうんで、ちょっとそこはなんか調整しないといけないなということで、まだね、まだプロでそんなに大活躍してない高校野球で活躍した選手の中で限定してね、ちょっと何人か選びましたということでね、実際に大阪桐蔭対阪神タイガースやってみたいと思います。まあさすがにね、今の阪神タイガースなら、負けることはないと思うんで、はい、さすがに今の阪神ならやっぱあれをね目指してるチームなんで、あれってことはね、やっぱリーグがあれってことなんでね、まあそんな高校野球レベルの選手たちには負けるわけはないということだと思うんで、まあ早速ねやっていきたいと思います。阪神タイガース対先行チーム、このゲームの模様をお送りいたします。右の青柳マウンドに上がります。第4球を投げた、投げ打ちました、これ、あー取り消さ、マジか、西岡強さ出しちゃった。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。いやー、ここで藤原かよ、えぐい。第9、一塁ランナー、うわ、走った、いけ、アウト、アウト、おい、スピードスターや、スピードスターすぎるやろ、ちょっともう、だるいってノーアウトランナー2塁、もう何これ、一瞬でピンチ、藤原。第4球を投げた、なんでやねん、おい、スターやろ、はおい、ダイ中継、先頭チーム、まずは1点先制、1対0、マジか。では先制の場面、映像でご覧いただきます。インローやぞ、おい、インコース低めをセンターオーバー、何やろ、おい、はぁ、秒殺やねんけど、マジで。左バッターボックスは3番森、いつもの設定やけどな、ここで浅村はないやろ、ちょっとワンチャン敬遠もあるな、これ。第9投げました、あー、さやろ、おい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 、いったいったいった、おい、アウトコースいっぱいやろ、おい、なんでバックスクリーンに乗ってけんねん、それは。リプレイをご覧ください。あー、強すぎるって、ちょっとこんな打つ、こんな打つ、いやー、おえび、なんで、なんでそう、いつもの設定やぞ、い、あー、右のネオマウンドに上がりました。ネオアキラ、期待しましょう。ネオアキラボコボコにしたるから、ちょっと待っとけ、目を逃げて、スタウンドへ、投球これから2球目、行こうとしたの、よっしゃーい、よっしゃー、おわー、ナイス、おわー、よいしょ、チャンスが振り抜けたわと思って、よし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 、行け行け、帰ってこい、追いつける、よっしゃよし、簡単に追いつけるぞ、振り抜けたわと思って、打ちました、これも落ちていく、よっしゃ、キャッチはアウト、勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。ちょっと調子の違ったわ、今のは。なんで走った、なんで回した、今完全にボンミス、ボンヘッドですね、これは完全に。最後はいい守りを見せてくれました。
第6球をランナー自動的です。ここはフォアボールになります。これでやってしまった。いやどうすんだこれ、どこ投げるこれ、やばいやばいやばい。次が4球目、やばい。え、どうしたらいいこれ、何を投げたらいいんだ。ボールカウントは3ボール1ストライク、そんな気がする。頼む、いけ。いやー、痛恨の押し出し。バッターは4番、第4球を投げました、打ちました。あバックホーム、間に合うかどうか。タイガースリードを奪われました。中田タイムリーヒット。タイガースなおもピンチが続きます。え、この試合一体何点が入るのこれ。さあ、2アウト満塁という場面でやばい、青柳3点ではダメなのか。いやー、ここはちょっと高校野球でも活躍した西条さんに言ってもらいましょう。はい、タイガースピッチャーを交代します。まさかの青柳コールを右の西2回も出す満塁の場面での登板です。投球これから2球目、打ちました。センターへ上がった、センター下がった、掴んでこれスリーアウトになります。2回の表に5対1、タイガース中村、最初のバッターボックスはセカンドゴロ、初球出てた。第4球を投げました、打ったい当たりだ、クリーンヒット。第5球投げた、イエーサー、おい、蹴ろ蹴ろおい。では改めてヒットレーをご覧ください。一番大阪桐蔭っぽくないやつにホームランはないやろ、おい、誰にホームラン打たれてんだよ、おい、誰もわからんわこんなん。次は4球目、投げました、なんでねライナー破っていった、センター前クリーンヒット、先行チームさらに1点追加、9対4。アウトランナー1塁2塁となりまして、中田第9初球を打ちました。なんでや、え、藤原さん、ちょ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 、先行チームさらに1点追加、中田タイムリー。タイガース3回の表が終わって11対4、タイガースこの回打者一巡の猛攻に大阪が生まれています。大阪予選かこれな。目を交番、マウンド上ピッチャーは徳山、今日2番目としてマウンドに上がります。打球を投げた、打ちました、1、2塁歓迎。これから2球目、打ちました、左中間のフライ、センター上げました、初球から打ってった、1、2塁歓迎の当たり、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。タイガース三者凡退にと第5球投げました、北本空振り三振。第5球投げた、変化球空振り三振。第4球を投げました、真ん中空振り三振。第6球を投げた、打った、メールの形じゃんやー、西岡趣味うますぎやろ。え、西岡1対5です。足だけじゃないんかやっぱ。第3球を投げました、マジ聞かれちゃいけ、これは落ちるぞ、ヒット、2塁ランナー3塁回ったよ、よっしゃまず1点、まず1点返した、よっしゃナイスラバーボール。第2球投げました、打ちました、抜けたー、中継先行チーム1点入りました、もうええて、もうええと、ランナー1塁2塁となりまして森、いやーマジか、これはいけるやろ、三振や。第4球を投げました、よっしゃー三振。9回の表が終わって12対6、先行チームリードを6点としています。6点差はきついな、ちょっと代打は原口、原口さん頼む、ここを打つために期待抜いた、オッケー、初球打ち、原口さんらしい初球打ち、中野中野強い気持ちで勝利、徳山降板、ここでマウンドに上がったのは滝木、3人目のピッチャーとして登板し、藤浪温存やと、おい、今日このチームの進行を見せてくる、第9投げました、ダメだろ、あーボールを掴んだ、いやー終了です、タイガー悔しい敗
ごいやろ、おい。ダイヤの序盤のタイミングは、序盤のサイニングで、序盤のサイニングでも試合嫌ったわ、もう完全に。なんであのサイニングだけあんな打った本当に凶悪だ。なんだあれ。なんでそのサイニングだけ打った最初のサイニング。破れました。意味がわからん。どこだけでも打ったやん。何のボールないでも打ったやん。何やったあれ。なんだあのサイニング。あのサイニングだけ絶対パーフェクトになったやろ、あれ絶対。遠隔操作や。遠隔操作はないやろ、おい。嘘やろ、あとおかしいやろ、って。リプレイ見てみようか、ちょっと。これもおかしいけどな。普通に結構いいとこ投げたけどな。もうあっという間に電光石火のごとく1点やられて、ほんで浅村班にこのアウトコースいっぱいのまっすぐをセンターへホームラン、まあ、その後ね阪神も逆転するけど、すっげえうまいよな。ほんでこれやろ。これがもう痛すぎる。もうこれはもう完全に心折られたな。まさかの、まさかの勝負選手にホームラン。もうほんまに、アルカンタラよく頑張ってくれたわ。うん、はい、ということでね、大阪桐蔭対阪神タイガース、6点差の敗北です。はい、大敗を喫しました。なぜかわからないんですけど、序盤の3イニング、あの3イニングだけなぜかあの大阪桐蔭打線、全く抑えられなかったです。はい。理由はマジでわからない。マジでわからない。設定は強いのままだし、なんで何を投げても打たれるのかが全くわかりませんでした。まさかの青柳さんが、2回も打たず5失点 KO。その後の西純也も少しも、まあ、打たれたということで。はい。まあ、序盤の3イニングでね、試合は全て消しました。まあ、これはね、非常に由々しき事態でありますので、またね、ちょっとリベンジをね、いつかしたいと思います。はい。まあ、この動画が好評だったらね、好評あったらまたリベンジしようと思います。はい。ではね、ドラマチャンネル登録者1万人目指してやってますんで、チャンネル登録よろしくお願いします。